陸上男子400メートルの日本記録保持者佐藤健太郎が東京世界陸上の参加標準記録に挑みました。自身が持つ日本記録はすでに参加標準を上回っており、本来の力を発揮すれば十分に突破できるタイム。競り合いを制しトップでフィニッシュしますが、参加標準には届かず、今後のレースでの突破に期待です。